2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていくよ。なんとでデルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能が盛りだくさんだな。次期 XF9 の行方も知りたいところだが、なかなか情報が出てこないぜ。今回はそんな最新有人戦闘機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本とイギリスとイタリアの3家国が推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認されたよ。それはこの月にイギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによるものだね。今回のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日にかけて延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したぜ。ここで披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていたな。それは今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼はこれまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点だね。一般的にラムダウィング形式に比してデルタウィング形式は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えれているよ。したがって披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えたな。加えて今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な所言らは明示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れたぜ。世界初の実用化されたいわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカはロッキード・マーチン社の F-22 ラプターはもちろん、それに続く機体として日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の、F-35 ライトニング2もその最大のセールスポイントは優れた機体そのものステルス性にあるんだ。故にこれらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を機体内部のウェポンベイに収容する必要があり、その収容力が機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろうね。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも現在航空自衛隊が装備している F2 や F35 ライトニング2よりも大柄な機体であることは間違いないよ。したがってそれらの機体よりも当然数量重量ともに多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められているな。また、現行の F2 が搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われるぜ。その意味において GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば現行の F-15 イーグルの最新型などが担いうる戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれないね。そこから想起するに今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が制空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視されるんだ。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば機体がかなり大型化している点からも、
制空戦闘任務という部分については後者に一任するコンセプトではないかと思われるぜ。そもそも今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ先制攻撃によって航空優勢を確保することが期とされているな。これに加えて GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を完成する機能を有し、多数の無人航空機を完成する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられるよ。ただし興味深いのはいわゆる第5世代戦闘機とみなされている。日本を含む西側諸国で事実上のディファクトスタンダードとも目される F-35 ライトニング2波。敵の航空機に対する成功法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点だろうな。最近紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する制空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強いぜ。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘でいわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見えるよね。また GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を脱出した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど政治的な変化も見受けられるぜ。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされているね。これはひとえに2022年2月に正規し、この2024年8月もウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊を、これまでは緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだと思うよ。その意味ではイギリスは既存の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれているな。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も一定の評価を獲得しているとも言えるぜ。ただしイギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいってわけだ。すでに単純な艦艇数において中国海軍はアメリカ海軍のそれを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには、長距離攻撃が可能な対艦兵器の整備を行う必要に迫られているからね。そうした兵器を現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の兵装もその一つに位置づけられるものだろうね。今回は GCAP プログラムの一環として開発されている、新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介したぜ。デルタウィング形式への変更により、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がるこの新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみたね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。